もコバです。トラブルダークネストゥループリンセスララ編ですね、続きやっていきましょう。でパラメーターを上げるので少々お待ちを。はい、じゃあま上げたんで読んでいきましょうか。待ちなさい、ユーキリト。今日という今日は容赦しませんから。いや、そこをなんとか勘弁してくれ。容赦しないと言ったはずです。まったく、あなたのその能力は日に日にエスカレートする一方ではないですか。能力ってなんだよ。やたらと転んで女の子の胸を揉みしだいたり、股間に顔をうずめたり、下着に手が滑り込んだり、そういったエッチーもろもろのことです。それ能力って言うのか。そろそろ本気で対処しておかなければ、やがて全宇宙の大いなる脅威となるのは明白。諦めて覚悟してください。できるか。プリンセス。来るな、ララ。え、逃げろ。今日の闇はマジみたいだから。どうしたの闇ちゃん。確かにすごく怒ってるみたいだけど。プリンセス、どうか止めないでください。この鉄槌に、この一撃に、全宇宙の命運がかかっているのです。いいから逃げろって。ならお前まで巻き込まれちまうぞ。その潔さだけは認めましょう、ユーキリト。むちゃくちゃ言うな。よくわかんないけどごめんね、ヤミちゃん。リトが何をしたのか知らないけど、でも絶対に悪気はないはずだから。はあ、だからお願い、許してあげて。悪気のないことは分かっています。しかし悪気がないからこそ真の脅威とも言えるのです。そんな理不尽な。とはいえ、プリンセスに頭を下げられては今日のところはこれ以上手が出せません。命拾いしましたね、ユーキリト。では私はこれで。助かった、ありがとうな、ララ。うん、私は何もしてないよ。それにヤミちゃんはリトのこと大好きなんだから、本当に殺す気なんてないよ。え、ヤミが俺のことを。ないない、ありえないって。最初はね、確かにリトのことを目の敵みたいにしてたかもしれない。でも今までの積み重ねがヤミちゃんの気持ちを変えてくれたんだよ。だからお礼を言うんだったら、これまでのリトに言うべきだよ。ありがとう、今までのリト。なんだよそれ。さすがにちょっと変かな。いや、でもやっぱララに感謝したいんだ。ありがとな、ララ。誰のデータを見る気ですか。はい、じゃあまたパラメータを上げていく気がす。はい、じゃあやっていきます。だから絶対イチゴだって言ってるだろ。いい加減認めろよ。なんと言おうとメロンは譲れないわ。まったく、体だけじゃなく頭の中身まで子供なんじゃない。
と？もういっぺん言ってみろ。何度でも言ってあげる。本当に身も心もお子様。あー、かれこれ15分くらいこの調子だぞ。かき氷の好みの味ってだけでよくもここまで。こんなことならララの日直の仕事手伝って一緒に帰るんだったな。それでリトさんはどっちですか？え？だからかき氷だよ。話聞いてたんだろ。あ、いや俺は笑ってごまかさないでくださいね。これは将来に関わる一大事なのですから。珍しく意見があったな。さあどうなんだよリト。心底どうでもいいんだけど。さあどっち。ここでレモンとか言ったら火に油を注ぐだけのような気もするな。これどいてどいて。うわうわ。じゃないだろう。無事だったからいいけど、お前怪我とかしたらどうするんだよ。本当にごめんね。あと心配してくれてありがとう。もういいよ。それよりどうしてそんな急いでたんだ。あ、そうだ、早くしないとマジカル強行の時間に間に合わなくなっちゃう。というわけで先に帰るね。じゃあみんなまた後でー。嵐のように去っていったぞ。アニメ見たさにってほんと子供みたいだな。お前まさか姉上が突っ込んできたのが本当に事故だとか思ってないよな。え、違うのか。はあ、そうですね。どんなに急いでいたとしてもお姉様が飛行中にあのようなミスなどするわけがありませんから。じゃあなんでこんなこと。それは、この話は記憶を失う前リトにも話したことあるんだけど、昔つか今でもそうだけど、私とモモってしょっちゅう喧嘩ばっかりでさ、その度に姉上は発明品で騒ぎを起こして、そんで自分が悪者になって私やモモがザスティンとかに怒られないようにしてくれてたんだ。そして私とナナは騒ぎに巻き込まれ、お姉様に矛先を向けることで喧嘩のことも忘れ、いつの間にか仲直りしてしまっている。お姉様はああ見えてよく周囲に気を配られているんです。まあそれを知ったのは本当に偶然で、しかもつい最近のことなんだけどな。だからそれ以来姉上には心配かけないよう気をつけてはいたんだけど、いやそれよりそういうわけだから姉上は決して子供なんかじゃないんだ。昔から私たちよりずっとずっと大人なんだぞ。そうだったのか。わかったならいいけどさ。ようやく少しララのことを分かった気がする。闇とのことや春菜ちゃんのことやペケがララを思う気持ちもそういうことなんだ。自分のことより周りの人間を大事にする、自分が悪者になっても構わない本当の優しさ、そして本物の強さ、きっとそれがララなんだな。ほう、皆の情報を見るのか。じゃあまたパラメーターを。
お姉様はああ見えてよく周囲に気を配られているんです。姉上は決して子供なんかじゃないんだ。昔から私たちよりずっとずっと大人なんだぞ。考えてみればいつだってララは俺や周りの人たちを笑わせたり和ませたり、まあ時にはトラブルにもなるけど。でもいつだってみんなのことを考えてあれこれやろうとしてくれて、おかげで助かったことだってたくさんあるよな。私の大好きなリトだって意味だよ。俺のこと本当に心から思ってくれてるみたいだけど、でもサイレンジのところに行っても気にしなかったり、闇との仲を取り持つようなことをしたり、いやそういうよくわからないとこだけ切り取って自由奔放なお子様なんだって俺が決めつけてただけかも。私たちよりずっとずっと大人なんだぞ。そうだな、俺なんかよりもずっとずっと大人だ。俺はそんなララの優しさに甘えてたのかもしれない。甘えて安心しきって頼りきって、そして嫌な役回りなんかもきっとたくさんやらせてたんだろうな。情けないな。何が宇宙一頼りになるだよ。全然ダメじゃないか。少なくとも今の俺なんかじゃ。本当に今のままでいいのか俺は。いや、もっと頑張ろう。これは記憶が戻れば元に戻るとかそういうことじゃない。よし。え？別に私そんなリトを甘やかしてるとか思ったこともないよ。でもそうなってるんだって。確かに今の俺は記憶喪失で、お前は周りから見れば大変そうに思うかもしれないけど、でもだからって甘やかされるのは別だよ。あ、いや、それだけじゃないっていうか、そうじゃなくて、とにかく俺はララにもっと自分のことを大事にしてほしいんだ。周りばっか気遣ってるとララが損することになる。別に損なんかしてないよ。それに気遣うとかそういうんじゃなくて、私は自分がそうしたいからしてるだけだもん。みんなが楽しいと私も嬉しいし。ダメ？あ、いや、ダメじゃないけど。だったらいいよね。これまで通り私のしたいようにしても。まあ、ララが本心からそう思ってるんなら、俺がどうこういう筋合いでもないっていうか。これまで通り、いつも通りの私でいるよ。そっか、結局何にも変わりそうにないっていうか、いや、ララは別にいいんだ、このままで。変わるべきは俺だ。ララに甘えきっている今の俺だ。大丈夫かな。トゥルーエンド見れるかな。はい、じゃあ読んでいきます。なんか調子悪いな。フリマに出すものをまだメンテしてたのか。もうすぐ昼休み終わっちゃうぞ。
うーん、でも今のうちに片付けておきたくて。フリーマーケット？おう、メアか。いや、これ全部ララの発明品でさ、今はメンテナンスしてるとこなんだ。へえ。どうした？なんか用事？ううん、特に用事ってわけじゃないんだけど、たまたま通りかかったらなんだか面白そうなことしてるからっていうか、ほんと面白そうな機械ばっかりだね。わあ、下手に触ると危ないって。危ないの？どんな風に？どんな風にって言われても、そうだな、例えばワープしたと思ったら服だけ消えて人だかりのど真ん中にすっぱだかで放り出されたりとか。何それ、すっごく素敵。こっちは大変だったんだけど。見たかったな、青空の下の先輩のはったか。やめてくれ。もう照れちゃって。とにかくそういうわけだから、下手に触ると大変な目に遭うぞ。でもさっきから先輩が触ってるのはララ先輩の発明品じゃないのかな。え？あ、しまった、邪魔だからどけようとしてつい。しかも起動してるし。うわ、何これ、ロープ？触手？わっ、くるくるロープくんに触っちゃったの？ダメだよ、まだ調整中なのに。説明するからな。先端部分が対象物に自動で巻きつく機械仕掛けのロープを強力な力で締め付けることも可能だ。くるくるロープくん。これどうすりゃ止まるんだ？あ、このスイッチ？バッテリーが切れたせいでなんとか収集ついたけど、ああ、クラスの女子の視線が痛い。それにしてもなんで女子ばっかりを狙ったように縛り上げて。いや、そんなことよりこりゃ土下座でもしなけりゃこの場は収まらないぞ。皆さん、この度は。みんな、ごめんね。くるくるロープくんは私が作ったもので、リトはこれがどういうものかわからなかったし、だからリトに責任はないっていうか、とにかく全部私が悪かったの。二度と不用意に学校で発明品を広げたりしないから。だから本当にごめんなさい。まあ、ララさんがそこまで言うなら。私たち全然怒ってないよ。というよりいつものことね。まったく。みんなありがとう。よかった、みんな許してくれたよ。リトは平気だった？俺は何ともないよ。そっか、本当にごめんね、私のせいで。なんでそうなるんだよ。え？どう考えてもお前のせいじゃないだろう。
元はといえば俺がうっかりあれに触っちまったからね。しかも暴走したのも俺がスイッチを押したからだ。俺が悪いのになんで、どうしてお前が責任を感じたり謝ったりすることになるんだよ。えへへって、なんでそこでニコニコするんだよ。あのさ、俺はどっちかといえば怒ってて、いや、こんな感じで怒られても理不尽かもだけど。ああ、ごめんね。でも嬉しかったから。ん？うん、その怒ってくれる気持ちが嬉しいの。ありがとね、リト。何言ってんだよ。感謝するなら俺の方だし。いや、だからその前に俺の質問に答えてくれよ。なんでそう何でも自分のせいにしようとするんだよ。そんなの別に大した理由はないよ。ただきっとね、リトが私だったとしても同じことをしてたと思うよ。答えになってない気がする。そうかな。そうだよ。そんなことないと思うんだけどな。だったら気にしないで。前にも言ったけど、私がそうしたいからしてるだけということで。ダメ？まあ、いいけどさ。うん。そんなこと言われたって、そうしたいからしてるって言われたって。そんなの割り切れるわけないだろう。はい、じゃあ、まあ、今日はこの辺で、もうそろそろ終盤です。てかもう終盤に入ってるかな。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。